しちゃうのか君だけど言葉切れて妙に緊張しちゃうのは僕なんだ。どこかの持つミサイルだってそれなりにそれだけどなぜか僕の視線は外されるよけられる。
これもあの多分というかもう完全にカウントダウンライブというものをね、あの想定して作られたのではないかなという楽曲だとは思うんですけども、福岡のね、あ違う、あ福岡でね、そう福岡ドームですよね。1999年から2000年にね、変わるそのカウントダウンライブ、はい、素晴らしかったですね。もうあの時だけはあのね、博多生まれというか福岡県で生まれたかったと、心の底から思いました、ね、ちょっときつかったですね。行けなかったですよね。なんで行けなかったの、まあ、お金も高かったんでしょうけども、もしかしてなんか予定が入ってたのかな。もう郵便局やってたんだっけな。だとしたらいけないですよね。やってないか、まあいいかあの DVD でね、あの死ぬほど何回も見ましたから、もうね、映像版も入ってますけども、もうそうそうたる、メンバーの方がね、あのドームにもう集結して、アスカさんのソロ、チャゲさんのソロ、チャゲ&アスカ、このね3つのなんか携帯の、楽曲が聴けたというね。で最後の全員で、全員出演のノンノーダイブっていうね、まあ贅沢なセットリストで面白かったですね。感動でしたね興味のある方はぜひ映像の方をね、見ていただけたらなと思います。ありがとうございました。